ありがとうございます。結構駅前は開けてるんですね。不動産屋さんもたくさんありますね。人口大体どれぐらいいるんですか？8万ちょっとですね。8万ちょっと、はい、5年ぐらいまでは9万ぐらいいましたからね。ああそうですか。でそこに、って会社が大きいのがあったんですけど、はい、それがいなくなってでガーッといっちゃいました、ね、ああ車関連のやっぱり工場多いんですか？そうですね、それがやっぱり多いんですけど、おうちの大本がねいなくなっちゃったもんで、ね、下請けもねいなくなっちゃうからな、はい、おっと若干不安が工場に勤める方がやっぱり今でも多い感じ？いや大体が都内の。あもう都内の方にあるか。じゃあベッドタウンみたいな。そんな感じですね。やっぱりそんな感じなんですかね。うわ昔の商店街なんだ。なんかお店とか見られるんですか？ですね、あとあの大体アパートの空き個数とか見たらほら分かるじゃないですか。レースの鑑定してる空き部屋もあったりするんで正確には分かんないんですけど、空きありとか売り屋とかそういうのがいっぱいあるとおっかないですよね。感覚値で何割ぐらいみたいなイメージが、例えば8個ぐらいのアパートだったら1個ぐらい空きあるんですよ。それも全て回すっていう場所はもう本当に人気ある地域で、1個ぐらいがまあ普通ぐらいですかね。地方だったら本当に3個あるような物件がちらほら見えたりする地域もあるんですけど、そんなの本当に厳しいですよね。すっごい分かりやすいシグナルですよ。車で持ってるときは車でだいたい街うろ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 、半径500メートルぐらいですね。徒歩1分量だいたいまあ80メートルあって不動産計算するんで10分圏内ちょっと800メートルですよね。基本500メートル前後でぐるっと一周してみるとだいたい自分の物件の強みとか見えますね。新しいアパートも建ってますね。周辺の新築のアパートって競合になり得るんですか？今のバブさんの物件には競合にはならないですね、はい、家賃帯も違うし、例えば今アパート建てるときは大体もう狭めのワイルとかが多いんで、これからもうボンボン建っても安心、ましてやすごく安い金額で買われたんで、もうこの入り口としてはもう大正解ですね、はい、もうすぐですよ。本当ですか？そしたらちょっとじゃあぐるっと回ってもらっていいです？だいたい500メーターぐらいのところで道路をぐるっと、この道路が結構栄えてるんですかね。まだ1本ですよね今の。あこう商業施設いっぱいあってね。でこっちはもう実際もう住宅街になっちゃう。なるほど、はい、あ駐車場安いなこれ。1回3500円かこれは安いわ。2台から行けますよね。したら引き目もちょこちょこ。月決め駐車場安すぎるのもちょっと心配ですけどね。需要がまあその程度っていう、うん、でこの辺りの空き家とか見たらいいんですよ。あここは空き家ですね。あ入居者募集中ね、はい、これもう入り組んでる状態ですね。あじゃあやっぱり古からあれですね、あるような感じ、ね、うん、もう道路の整備がバーッとなる前にドドドッと開けたような。やっぱ一本入ってすぐにあの国道で栄えてるっていうのがありかなと思って。ああ確かに、はい、国道にね商業施設が結構並んでたから便利ですよね、はい、あこれも新しいな。これああいうあの大手のアパート建てるのはちょっと嬉しいですよ。絶対あのマーケティングしてから建てるんで。大手ってハウスメーカー系、ハウスメーカー系だとか、もちろん古い地主さんにどん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 建てさせる会社さんもあるんで、そのメーカーさんによっちゃうんですけど、ただニーズがないところには建てないので、はい、あれが建つってことは多分一定のニーズがあるんだろうっていう、多分大手が判断してる部分は。なんで今の所有施設の時に絶対あっちゃいけないものがなかったんで、これあったらもうその物件絶対買わないんですけど、コンビニ潰れるところあるじゃないですか、はい、あそこはやめた方がいいですね。そういうところはこれですか？はい。へぇこの辺の、ここは塗ってないですね。パツは塗ってないんだ。この辺の木のところの辺は全部。あ、本当だ。これ自分で塗ったんですか？はい。おぉこういうのやったらほらで白くでつくのでこれチョーキング売ってって、はい、やっぱりもう塗り替えしないとダメなんですね。ダメですね。水かこういう感じでかけて、はいはいはい、で水なんか弾くかどうかそれでも見られますし、あと染み込んじゃってるっていう、うん、ちょっと浸透してるから本当はもうそろそろこれだけの大きさだったら100万までなくても全然塗れると思うんで、やったらもう間違いなく決まるってことは。おお綺麗に塗ってますねここも塗ったでしょ。もちろん壁全部塗るのってすげえ大変じゃないですか、はい、だから目につくポイントを塗るだけでも印象違うし、わざとこれあれでしょ、濃い色にしたんでしょ。そうですね、地色目立たなくなるし、古いものなんか明るい色の方がいいという、逆に茶色とかよりかはいいって言われたので、ね、これ
どれぐらいかけました？全体塗るのには1ヶ月ぐらいかかりました。毎週土曜日だけ来て、週末 DIY で、はい、で、そうですね、嫁のお父さんの2人とたまに奥さんに手伝ってもらって、あ、なるほどね、塗ってった感じですね。波形のやつは、もし変えたらもっといいですね、はい、今いいパネルあるんで。ここの軒のところに、偽銅って言って、泥みたいな、こんなのがついてたら、シロアリなんで、中に入っちゃってるんで、偽銅があったらもう本当に一発アウトなんですけど、でも今見たところ、綺麗ですよね。プロパンはちょっとガス出が高いんで、入居者は嫌がるじゃないですか、都市ガスよりかは。寒い地域やっぱり響きますね。だから最低ストーブは灯油にするとか、はいはい、でプロパン会社さんって結構一緒に灯油やってるところも多いと思うんで、もし入居率がなんか伸びないなってなった場合は、ストーブだけでも、寒い地域の人たちは結構ストーブがガスっていうだけで嫌がっちゃったりする人もあるんで、これだけど300万はいいですね。ただあれですね、やっぱりあの軒天と軒先の方を見たら、やっぱりそろそろかなと。軒天や軒先がああなったってことは、大体屋根もそうだったって言います。まああまり屋根見れないんで、はい、それでも手届くところは大体縫ったんですね。そうです。いや、これは本当決まると思う。もしよかったら、あのここにフラワーポット置いたりとか、あの本当にマリーゴールドとかでいいんで、日々草とかってあのほったらかしにしといても、はい、もう一年中花咲いてるやつあるんで、でそういうやつもう本当にここいっぱいとか、いつも言うんですけど、フォーカルポイントって言って、だいたい人間ってこうやったら自分 の目先の方向、興味のある方向しか見ないんですよ。であれすっごくいいと思うんですよ。あれも塗ったんでしょ、ドア塗りました、ね。ああいうことが大事なんですよ。まあ穴を探せる、例えばこういうとことか、はい、なんかボツボツしてんなとか、そういうとこは見ないんですよ。もうパッと見たら、まずへえとかで、だから例えばですけど、ああいうところ、あれ1万か、あの2万出せばすごいグレードの高いやつになったりするんで、要は全部きれいにすることはできないじゃないですか。だからいかにお金をかけないか、どこを目つぶるかっていうことが、特に中古で安い物件の場合は大事ですよね。例えばですけど、アートフラワーとか、今の造花ってすっごい出来いいし、本当に5000円も出せばかっこいいやつ買えるので、そういうのをここに置いたりとか、そしたら人間ってそこしか見ないですよ。戸建てやってる建築会社さんの社長と話したことがあって、自分が買う物件ってすっごい見るんだけど、借りる時って第一印象で大体決めちゃうので、第一印象本当大事ですね。もしあれだったら、こういうのピカールとかってあるんですよ、でピカールであの磨いてやればテカテカになるん で、はいはいはい、でこういうところにもツヤ出した方がいいです。どこをきれいにすればいいかっていうと、あの一つは金属の部分なんですよね。でもう一つは手に触るところ、あとはあの、まあ、ちょっと中で見てみますか、はい、じゃあお邪魔します。きれいにしてますね、これここにウェルカムボードあった方がいいですよ。内見してくださった方に、はいはいはい、でようこそ来てくださいましたって、あと花とか飾って、あとフラワーでいいんで、特に扉開けたところがすごく大事で、こうやって開けたらどこに人間見るかしたら、多分ここがあそこなんですよ、はい、本当どうしても入居決まらない場合は、ここのところにクオカード500円のやつ、20万ぐらい差しておいて、で内見してくださったお礼にっていうことで、わざわざありがとうございます、1枚取ってってくださいとか、例えばこんないいスペースがあるんで、はい、バスケットあるじゃないですか、100均でいいんですけど、はい、そのバスケットに洗濯用の洗剤、あと台所用の洗剤、タオル、あとスポンジとか、あとなんか紙皿とか紙コップだとか、とりあえず引っ越してきた時って荷物ほどくの大変じゃないですか、はい、使えるものあったらどうぞって、まあ、プレゼントみたいな感じで、全部で多分2000円もしないぐらいでいいと思うんですけど、あの内見者の方って平気でやっぱり 2,3 件は間違いなく決めますから、でそういった時に印象に残るか残らないかってことだと思うんですよ。営業マンもやっぱ紹介しやすいところもあるんですか。やっぱりですね、はい、オーナーさんが一生懸命かどうか、それとちゃんと話を聞いてくれるかどうかっていう2つは大きいですね。あの分かんないんで、あの入居者さんはだから結構その客付け会社さん、あの賃貸決めてくれた営業マンにクレームつけちゃうんですよね、はいはいはい、結構ちょこちょこ重なっちゃうと、はい、ああもうあのオーナーの物件ちょっと営入したいなとかって感じで、もうしなくなっちゃうんですよ、はいはいはい、そこで一生懸命やってくれるオーナーさんだなとか、
ただ客席会社さんに対しての信用になるんで、これも塗ったんですよ。塗りました。ねえ、こういうとこなんですよ。これはね、ちょっと大変なんですよ。これ裏に配線入ってるんで、でもこの周りの、はい、これは本当にこうネジで取って、でポッパカカバってやれば、ボタンはね、ちゃんと資格持った電気工事の人が必要になっちゃうんで、じゃあそしたら、これ3ルームすごいっすね。ここ3ルームがあるという。へえ。もうこれ後付けっぽかったんで、こうたるんでたんですね。ああ。なんでこれはもうこう橋をこう胸でくっつけて、ね。あ、本当だ。補強するという。これ初めてからできるんですよ。ここまで。ああ。その切りがですか。そうなんですよ。で、やってきたら自分の穴とか見えちゃって、いやなんか業者に任せようかなとかなっちゃうんですけど、素人がやった仕事でもなんか別に、なんかいけちゃうんですよ。いけちゃう。気づかないです。全然いけちゃう。あの部屋に入った時に。あのポップ、ここでお花育てたりする生活もありみたいな、100均で買ってきたようなあの本当黒板みたいなボードとかでもいいので、はいはいはい、ここに入った時のイメージが要はできるかできないかですから、はいはい、築35ですね。5年ですね、はい、これかっこいいですよね。これいいですね。これね、これ剥がしてない、まだ剥がしてないね、はい、新品感かもしかしたら。エアコン入ってるし、もう新しくつけてもらう。これこの間取りで十分だと思うんですよ。4つ部屋ありますよね。で上で子供2人いて、で夫婦の寝室があるっていう生活のスタイルなんで、これで全然 OK だと思うんですけど、多分もしあれだったらこれ取っ払って、ここをワンフロアにするっていうのも一つの手かもしれないですね、はい、ただ、まあ、決まりが悪かった場合ですね。こういうのは結構張り替え、あ、そうですね、ここはもう業者さんにお願いして、襖だけは全部、あ、やっぱりね、あの昔風の、例えばほらここに柄入ったりしてるやつあるでしょなんかそういうやつだったらやっぱりちょっとチクフルカスしちゃって、アクセントの方がやっぱいいんですか、ね、少し勇気じゃなくて、ま、もう無難な白にしちゃったんですが、はい、うん、あのそれでもほらちょっとこういう風に地に模様入ったりとか、はいはいはい、で今風だなと思って見たんですけど、確かにもしあのやるんだったら色を変えてみる、うん、でカラーコーディネートの差しとか簡単に変えるんですよ。それ言ったら色見本ってついてるんですよ。3色使って、例えばですよ、あの基本色この色だと、はいはい、まあ、ちょっとアイボリーっぽい白としたら、他にあの差し色とかって言って 10% ぐらい使う色と、はい、あとサブで使う色と、その組み合わせしたらもう間違いないです。こういうようななんかこうつけても設備の説明書とか、はい、当初はオーナーがやっぱ預かっておくべき、いや、置いといていいんですけど、はい、こういうやつをまとめれるファイルって言ってるんですよね。あ、じゃあそれをそれにごさっと入れて貸主さんに持たせていいいし、管理会社さんの方に預けとくとか、 あと一応一つ、はい、もし今後のですよ、はい、入居が決まらなかったらでいいんですけど、はい、ここをクローゼットにしちゃうのはおすすめ。あそこのレールそのまま生かしてポーンとはめ込むんだけど、ここのレールですか。そうなんですよ。そういう木目調の建具って言ってるんですよね。引き戸じゃなくてこうやって4枚で、そうでバーッと全面開けるんで、入った時にこういうふうにマスドバーンと見えるんで、うん、この押し入れクローゼットってあるじゃないですか、4万ぐらいかな、簡単につけれます。で、あと本当はできればパワーのボールをここに入れて、はいはいはい、で、あとこれ取るのは簡単なんですよ。あ、そうなんですね。うん、まあ簡単してもね、まあ、力仕事ですけど、はい、釘で止まってるんで、うん、これここ抜いて、あとこれここガンガンってやる、はい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 、これ取れちゃうんで全部、うん、でこれの中板外してここに入れちゃう。もうウォークインクローゼットできる。ウォークインクローゼット、それも売りにできるんで、はいはい、ウォークインクローゼット新品ですとか、でここにね衣装をかけられるんでとかね、上もやるって言ったらまたそれ止めなかったりとか、また張り替えたり、ね、同じような感じの印象にするぐらいで、和室よりやっぱり洋室の方がどうしても好まれるんで、これ床自分で貼ったんですか。畳だったんで、これ全部一回、おっ、いやでも業者頼んだら結構しも結構しちゃう。で、ここが和室だとやっぱり古い物件みたいななっちゃいますよね。なっちゃうんで、これはね、大正解ですね。これもワックス塗っちゃったらもっといいですよ。あー、そうですね、うん、ここなかったんですね。こっちとかは全部一回塗ったんですよ、階段も含めて。やっぱりね、階段はこれニスも塗ったんですよ。ニスも塗りましたね。はい、上はもう何もしないんです。リフォームも、なるほどなるほど、畳もこのままですね。例えばこれあの5、6000円で買ってきた、はい、あのシーリングつけて
エモコンシーリングで寝る時も楽ちんみたいな、そんな感じの売り方ぐらいかな。あとは日当たりがいいよとか風通しいいよとか、窓が2面あるんで、あとこういうのもね売ってるんで、もしね、いや別に出てこれこれでいいんですけど、あんまりボロかったらなんかね、こういうワンポイントって大事ですよね。こんな鍋上なんで、やっぱりポイントポイントですよね。だから例えばこういうところ、はい、もういきなりこだわってもう2万ぐらい予算使って、なんかアイアンのちょっとあのおしゃれな、はい、アイでしちゃうとか、例えばですけど、ほらあの大きいあの和紙でできてるようなシェードあるじゃないですか、電球色のあの LED とか入れておくんですよね。これで入ったらそこに目がつくので、はい、だからここにあの長いやつ、あのありますかね、そういうのをつけてブレーカー落としてますよね。今落としてます。ですよね、はい、で内見するときって多分上げてくれると思うんですよ、うん、あそんな時につくようにしておくんですよ。オンのままに置いておく。オンにして結構なんか和むんですね、電球色って。白色の場合じゃなくて、はい、全部電球色です。この物件だとある程度落ち着いた年齢層なので、ただ若い人が入る例えばアパートだとか、あの専門学校生入るような、はい、そういうバルームのマンションとか買った場合はあのライティングレールにするんですよね。こういうですか、レールのレールです。そうです。それに照明3つぐらいにして、 あえて角を照らすんです、はい、ちょっとなんかスタジオっぽい感じの、本当光の魔法ですよ。へえ、うん、こういうなんかちょっと古い物件の場合は、はい、そこに目線を他見れなくてそうそうそうへーとかあと網戸とかは大事ですよ、はい、あれから素人でも簡単です。何百円でできる。建具屋に持ってたらすっごい高いですよ。元が壊れてなければもう多少古くても、昔風のあのアルミの色しちゃってるやつとか、はいはいはい、あの古いやつでも使った方が。この換気扇変えるのも1万もしないで取り替えれるんで、はい、うん、これも多分もう6000ぐらいですわ、うん、まあ、ピカピカの新品変えるんですけど、まあこれは十分綺麗です。これ貼ったんですか。これ貼りました。これもね、この下はすごいもうボロボロというか、あ、両面テープなんかすごい跡がすごかったんで、もしですけど、はい、できるんだったらこれアルミ貼ったらペーパーだと思うんですけど、はい、ステンレスの方が高級感出ってます。600mm、450mm ぐらいで、多分2000ぐらいはプレッシャーと思います。例えばですけど、あのこれまあ十分なんですけど、はい、こういったような材木シートを結構とかカッティングシートはですね、高級感のある木目だとか、すごい自然な風合いで、これはおすすめですね。木目のいいところは曲がったりしても自然に見えるんで、例えば模様入ったりしてると、はいはい、きちっとやらないと違和感出ちゃうんで、水回りでどんだけお金かけないかが大事で、これまともにやったら20万とか、もう風呂場なんか50万とかなっちゃうんで、例えばこれ高段型って言って2万円台からあるんで、置くだけなんですよ、レンジ台とこれって。一回業者に任せたんですけど、これをドンと置くだけですよって言われてもうやってみたら本当に、中の排水もつなぐだけみたいな。つなぐだけです。これホースでしょ、これこの下に穴開いてるんで、はいはい、これビューで終わり。キッチンのリフォームの泣かせるところがこのレンジ周りなんですよね、うん、思いっきり油とかもう思いっきり錆びてたりとか。これ削りましたもん、上から。あ、やっぱ金田橋でやっても取れないんですよね。最悪取れたとしても汚いし、うん、本当はキッチンパネル貼るべきなんですけど、うん、キッチンパネルなんかもう1枚で2万とかするんで、はいはい、もう予算オーバーなので、例えばこれ100均のキッチン用の防シートってあるんですよね。貼るだけですし、ね、貼るだけでいい、うん、でこれ何年製なんで多少火の回りでも大丈夫だし、まあ汚れても拭けばな、綺麗に落ちるって。光沢があってちょっと可愛い雰囲気も出るんで、この場合だったら高さここで合わせるとか、そしたら腰壁っぽくなって、これ入れ替えたんでしょ。これもそうですね。ね、これはね、もう丸ですね。あ、本当ですか。自分で取り替えたんでしょ。これもガス屋さん。あ、ガス屋さん取り替えたあの2回転半とかちゃんとカウントしてやらないと、失敗しちゃったら結構中で水持っちゃったしね。あ、こっちは簡単です。やるんだったらやっぱりピカール、あとあのダイヤモンドのあの鏡用の、はいはい、ああいうやつでやれば、うん、あの光沢も多少出るんですけど、うん、まあ、一番のおすすめは変えちゃう、はいはい、うん、特に戸建ての場合、女性の方の目線はもう欠かせないので、今回これもう合格なんですけど、はい、残っちゃってる時なんですよねあの変な棚とかタオル掛けとか、はいはい、ああいうのは取った方が。あ、そうですね。で例えば、はい、あの状態のいいガスコンロ、前の入居者さんが、うん、置いといてくれたりする時もあるんですけど、俺は必ず全部撤去します。どんな綺麗でも生活感が出ちゃうと、気をつけたりした方がいいな。シールとか、この家ではシールにすごい悩まされました。ビックリマンシールと、そう、まあ、ビックリマンシール
窓に全面貼ってありまして、それ傷なのに。ああねえ。光沢ってすごい大事で、うん、で触るところ、例えばノブ変えたりとか、うん、結構ね調子整えたりするんで、はい、悩むんですけど、ここ張り替えした方がいいです。古いですね。古いです。で必ず全面やるのと、うん、あとできればあれ、あの芳香剤は見えないところに。ああ、まあいいんですか。俺入った時の第一印象で大事にしてるのが匂いで、はい、空気もなんかよどんじゃうんですよね。チクフルって特になんか独特のなんかお家のカレー臭。例えば近くの物件だったら窓全開にしとくとか、消臭剤の石鹸の香りとかあるじゃないですか、はいはい、やっぱり香りも好き嫌いあるんで、これ素敵ですね。さっきのシール問題を解決するための苦肉の策です。シールは剥がしたんですが、あとは残ってたので100均ですね。これはいいですね。フォーカルポイントになるんですよ、はい、これはペーパーホルダーすごくいいですね。ああ買いましたか。これやっぱりそうでしょ、はい、もう俺その店で一番高いやつ買うんですよ。僕一番安いの買いました。うん、多分。で、なぜかっていうと俺は金属製にして光沢なんですよ。どっかここはピカピカにする。俺基本あのトイレはもう全部必ず天井、床、壁もう全部変えちゃいます。自分住むんだったらぶっちゃけなんかね、床は嫌じゃないですか、どんなに綺麗に掃除してても、はい、まあただこれ素人で貼るとすっごい大変です。いい方法としては丁寧に剥がせば切り取るところははっきりするんで、それでそのままフローリングの上に置いて、はい、自分で同じようにカットして、それなら多少楽ですけど、裏とかも貼るんで難しいですね。もうトイレべったりくっついてこんなになって。じゃあひろしさんもやっぱり業者さんにもそこは任せちゃう。今はもう業者さんに3、4万あれば張り替えだけ十分に十分に十分です。でウォシュレつけてもまあ5、6万みたいな、では、はい、トイレを、お思ったより綺麗ですね。本当ですか。これはもったいないですね。もったいないですか。せっかくだったらシャンプードレッサーにしないと。あーもったいない。ドレッサー時にこの窓が閉じちゃうっていうので、なるほどね、仕方なく閉じたんですよ。これ新品にしたのはもう大正解で。本当ですか。いくらしました。3万ぐらいですね、確か。3万ぐらい、はい、高いな。ちょっといいのつけすぎましたかね。いやいや全然いいです。でも3万あったらシャンドルつけちゃうんで、これやってもらったでしょ。これやってもらいました。これ大事です。はい、もうこれは最低限。あと鏡に新品の鏡つけちゃう。ああなるほど。まあ、ちょっとねあれ穴開けるんで、うん、置かないですけどね。鏡とあのカランがピカピカだと清潔感が出るんで、はい、やってね。いやユニットにするかどうかってとこだと思うんですよ、うん、でただユニットにしちゃうとやっぱりどんなに安く見ても40万はかかる。例えばですけどこれで50万も見ちゃって、うん、例えばこの物件の価格300万としたらもう350万だと思って利回り計算する、うん、あと例えば修繕費の予算って俺は半年ベースで見るんですよ。だから家賃が例えば、まあ、5万取るとしたら5、6で30万、はい、30万をリフォーム費用に当てようかなとか。ここはやっぱり最大の決断ですよね。うん、あとは浴室セリフつけちゃうとか、ちょっとまあ頑張った感が出ちゃうんですけど。もう一つ設置案なんですけど、パネル貼って塗装しちゃうんですよ。これも全部そのまるでユニットみたいな色にアイボリー系でパシッと綺麗に塗装、はいはい、その最新式のその樹脂製の塗装があるんですよ、はい、水に強い。それできれば多分20万ぐらいするのも買っちゃうけど、うーん、予算としては半分。半分で済む。半分で済みます。ご視聴ありがとうございます。ラクマチチャンネルでは初心者でも安心して不動産投資ができるように、中立な立場から本当に役立つ動画を作っていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。